はい、洗濯屋太郎のシミ抜き動画です。はい、今回ご依頼いただいておりますお品ですね。はい、ジャケットになります。シャネルですね。シャネルのジャケット、表地の方はね、それほど、目立つような汚れは出ていないんですけれども、裏地ですね。裏地の特にね、この襟の部分ですねを、気にしておられました。あと検品させていただいて、脇の部分ですね、はい、脇の部分にも、変色が見られるのと、あと袖口ですね。袖口も同様にですね、少しね、もう黄ばんだ汚れが、確認できます。おそらく画像ではね、はっきり捉えきれてないと思います。結構ね、これはそれがどうかっていうのはちょっとまた別問題なんですけれども、よくユーズドでね、購入されてね、こういった状態でご依頼いただくことが多いんですけれども、表地はなんともなくてもね、裏地の方がね、シルク素材の場合がシャネルがほとんどなんで、そういった場合ね、よくこういった、裏地だけが汚れてるっていう状態が見受けられます。はい、じゃあ早速進めてみますが、そうですね、今ね、半分進めてみましたが、こちらが、処理前ですね。で、処理後はね、ここまで綺麗になります。はい、綺麗になりますのでね、はい、まずはここまでですね。はい、ありがとうございます。はい、シャネルのジャケットだったんですけれども、はい、染み抜きを、させていただきました。特にね、エリル部分ですね、こちら汚れが、一番、目立っていたんですけれども、はい、除去をさせていただいております。あと、裏地ですね、主に裏地のシミだったんですけれども、そうですね、脇の部分ですね、はい、こちらの方もね、それほど目立つシミではなかったんですけれども、はい、ご覧のようにね、きれいに除去させていただいております。はい、部分的な処理を、させていただきました後に、全体をね、さっぱりさせるためにね、お品全体をね、漂白洗浄を行っております。はい、ですのでね、白さもね、最新に比べて、抑えております。はい、袖口の方ですね、袖口の方の汚れがあったんですけれども、はい、きれいに
衣装もね、すっきりとね、白さが添えてね、新品同様とまではね、さすがにいかないかとは思いますけれども、まあ、それに近い状態の、回転が、できたものだと思います。はい、ご利用ありがとうございます。